前科3番、893番、超キ太郎です。本日の動画はですね、超キ <laughs> 太郎炎上。なんか初めてかもしれない。こんななんか、清々しいというか、注目されるの、久しぶりなんで、ありがとうございます。はい。なんか私の喋り方がしどろもどろになっていうか。いや、寝不足で喋ったからかな。なんかあの、ね。 剣術系つけられて喋ってっていうか、私は単純に、あの、キメセクボクシーは悪いやつだけど、その団体とか、そういうのは関係ないんじゃないのって、まあ、確かに代表が、なんちゅうのかな、責任悪かったら、そりゃそうかもしれないよね。まずそりゃそうだよね。あの、岡崎警察庁でなんかあの、そういう事件があったりした時、警察官が悪きゃ、所長も、所長も悪きゃってなるから、それも一緒でキメセクボクシーが、何、ケミカルクら よれてりゃみんな一緒だろうって思われるの確かかもそうしれないけど私が調べたところあの団体はそうでもないよ うん、だから、それとこれとは別にした方がいいんじゃないのっていう話をしたわけですよ。で、もって、そのコラボっていうのはもっと私知らなくて、なんか、どなたかが訴えられたんだよね、民事で。うん。で、私にしてみりゃ、訴えられてどうこうだって、こっちとら、刑事事件で最高裁まで戦ってる民事なんてちゃんちゃらどうでもいいんだけど、訴えるなら訴えりいいんだけど、あの別にそっちかわってるわけじゃないんだよね。知らないし、 全然知らないし、このことも私全然興味がなかったんだけど、みんなが喋ろう喋ろうって言うからさ、超駅太郎これ喋んないのってなんか、知らないで喋ってるとこうなっちゃったんだよね、結局。だから喋んなかったのに、喋れ喋れって言うから、こんなになっちゃって。 全然自分でもないことに人の話に首突っ込んで、適当に喋って、いや、そうだったら、かわいそうだなと思って、キメセクボクシ、キメセクボクシってあんまり言うから、キメセクボクシの組織は関係ないよねって、それともう一つ言われてたのは、そのコラボっていう、なんか女の子を扱ってる、ゲンみたいなことやってるかところなんでしょあ、違う違う、ゲンじゃない、全、事前団体ゲンじゃない、事前団体。ごめんごめん。ゲンと事前団体じゃえい違うねだよ。税みたいな、え、ちょっと待ってよ。あれ ドロぼドロになっちゃってる。あ、ごめんなさい。もう、ちゃんと喋ります。許してください。えっと、ど、どっちで言えばいいんですかえ、叩く方ですか用護すあ、わかりました。え、えっと、えっと、えっと、ちょっと待ってください。え、どっちを、どっちを良くするんだったっけんと、ごめんなさい。えっと、コラボを悪く、コラボっていうのが、えっと、決め、制服したところで、えっと、 えで、こ、ま、まあ、いいや、どうでもいいや。ね、だから、ゼゲンの、女の子をゼゲンの団体からは、ゼゲンを決めセクボクシはしてなかったよ。<laughs> 違う、違う。えー、っと、で、事前団体、事前団体と、ちょっと待って、事前団体なんだよね。なんか、 パン配ったりバスなんかやってるところの税源活動を税源活動をじゃあ,じゃあ事前活動をしてるところと決めせくぼくしの団体はえー、っと <laughs> えっと、あんまり関係なかったんじゃないかっていうことの。そのがっつり、そこの、その、決めセク,ボクシ牧はが世間活動はしなかったっていうことが言いたかったっていう。決めセクはしたけど、じゃないかなっていう。じゃないかなっていうことですわ。そういうこと。だから、今後とも超駅太郎を応援してください。こうやって再生数が回ると嬉しい限りで。はい。でさあ、 そもそもさ、私にさ、正義やさ、なんかこの倫理とかさ、そういうものを求めちゃいけないんじゃないかな。逆に、こうして私を知っていただいた皆さんね、これに来れずにね、過去動画結構出ております。で、ね、あの、いろんな活動もしております。クラウドファウンティングでお金を集めて、店を潰したり、やるやると言ってやらなかったり、はいはいはい。なんか今度はあの、漫画を出す出すって言ってて、ちっとも日にちが出やしないとか、そういうことばっかりやってて、ふざけておりますけどね、まあこれに来れずにね、まあこの の休みの今日、あのさいじ、あの土曜日かそんな時にね。たくさん見ていただいてね。ありがたいなと思う次第ですね。皆さん、今後ともよろしくお願いします。